テムスパッツですわ。全身つけてたぞ。15位、五強。五強の蹴りを出す瞬間です。股間がスケベですね。ちなみに、道場ステージだと裸足になります。裸足派にも優しいわけですな。14位、竜巻強、ロータイプ。くるっと回転する技です。足を開くのでスケベですね。しかしムチムチな体ですね。13位、バルキリー投げ。腕を掴んで蹴りまくる投げ技です。捕まってるミュウちゃんが可愛いですね。しかしでかい乳ですね。12位、二強。ブレイクダンスのような二強です。開脚時の躍動的なプリケツが魅力です。まったく、何なんですかこのプリケツは。まったくけしからんですな。11位、ジークフリート返し技、上段。やや上視点からデカ乳を堪能できる、ジークフリートの返し技となります。でかい。股間もスケベです。10位、超必殺。ミュウの超必殺を食らってるミュウの乳がスケベです。後ろで飛びついてるミュウの乳もスケベですね。後ろのミュウの乳もスケベで、前のミュウの乳もスケベです。9位、フレイヤ返し技、下段。足を掴まれて投げられた瞬間です。スケベポーズとなってしまう、ミュウちゃんなのでした。フレイヤ先生、ありがとうございます。8位、ケオ王子。KO された時に崩れていくミュウちゃんです。乳の弾み具合がいいですね。表情もいいです。7位、ごちゃくちゃく強。蹴り上げる技です。表情、乳が良く、股間もスケベですね。太ももも良い太さです。6位、ジークフリート投げ。ジークフリートの投げです。投げる瞬間に、ミュウちゃんがあられもない姿になってしまいます。ジークフリート先生、お世話になります。ミュウちゃんの表情もいいですぞ。5位、フレイヤ超必殺。フレイヤに捕まれるミュウちゃん、表情がとても可愛いですね。そして乳と股間も良いと。4位、新島投げ。催涙スプレーを食らって顔を押さえるミュウちゃんですが、股間が無防備になり、スケベさが増します。本日の股間絶景大賞はこちらになります。3位、返し技、上段。返し技で、相手の頭を股間で掴んだ瞬間となります。格闘ゲームで定番の股間投げですな。食らってみたい技殿堂入りの股間投げでございます。しかもスパッツでこんな技をするなんて。2位、ジークフリート超必殺。ジークフリートの超必殺で、羽交い締めにされている瞬間です。で、手が乳に当たってますよ。ジークフリート先生もお楽しみですが。1位、ロキ投げ。こちらは、ロキの投げで羽交い締めにされている瞬間です。やたらと羽交い締めにされる、ミュウちゃんなのでした。羽交い締めをしたい女性ランキング1位ですね。全体的にスケベすぎますが、注目したいのは乳の躍動感です。上に弾んでますね。しかも、ちょっと先っぽが尖ってます。ちなみに先っぽが尖っているのは、原作再現となります。原作再現ならしょうがないですね。はい、しょうがないです。はい、というわけで、風林寺ミュウちゃんのスケベランキングでした。いかがだったでしょうか。予想以上にスケベな体でしたね。まあ、原作からしてスケベですからね。さすがにこのスパッツみたいなボディースーツはスケベすぎました。正直どの角度でもスケベでした。また、ミュウちゃんの髪型は2種類あり、髪を下ろしてるバージョンと、髪を縛ってるバージョンがありますが、どちらも可愛かったですね。髪型の種類増やしてくれるのは嬉しいですよね。髪型で全然印象変わりますからね。はい、というわけで最後までご視聴いただき、ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは。